たのお父さんは今日も忘年会、まだ帰ってきてないんじゃないの。まあ帰ってきたら今日のドリフのコントのお話をしてあげてくださいね。さあ出ました、これぞ極めつけ、ドリフターズがそれぞれの楽器を持って登場です。ミュージシャンドリフターズのミュージックジャンボリー。皆様お元気ですか。僕も元気です。今日は演奏を聞きながらいます。頑張ります、一生懸命。いや、しっかりやるよ、しっかりよ。お前たちはいくつになっても今みたいな挨拶ができないんだから。分かった？分かった。ワン、ツー、スリー、フォー。こんばんは、志村けんです。皆さん元気ですか。僕も元気です。とにかくこのコーナーは、ちょっとお客様と楽しく、何十分間かを過ごしていきたいと、そういうコーナーでございました。なるほど。やっぱり音楽というのはどうしても生活の上にも、いろんな面で必要でございまして、これからも大事にしていきたいと思っております。あ、そうだ、あ、そうだ。どうした、バカ。なんだ今の歌は。あれは だからお前たちは視野が狭いし、今我々はテレビで日本全体を相手にしてるんだから、もっと視野を大きくしろ。やはりお前、君が代で遊ぶほど偉いのか、お前は。そうじゃないんだ、私が言ってんのは。いつも弾いてるやつよ。なんだろ。日本という国は大変に、何と申しますか、素晴らしい国だと思うんでございます。まず僕が一番好きなのは季節があるという国。これはなかなか大変なことなんですよ。日本はやはり四季がはっきりしている。ではそれにちなみまして、四季の歌というのを聴いていただきます。難しい歌じゃないんだからさ、しっかりやれよ、お前。やってるよ。いや、なんと歌った今。春よ来い。違うだろうよ。春を愛する人は。ああ、そっちか。こっちもこっちもあるか、バカお前。これしかないじゃないか。春を愛する人は早く来い。いいから、もうお前はいい。おい、お前来い。はい。威張るな、お前がバカ。春を愛する人は心清き人。
家事やってんの。うるせえ。やめろ、そっから。ちゃんと見張ってろ、ほら。お前、これ。下がんなよ。春を愛する人今日よ。なんだその歌い方バカ。引っ込め。帰ってよし。帰れその。官房、泣くんじゃねえ。泣けばお父っつぁんがまだ泣けるぜ。さらばじゃ。うぜえな。春、送信の間に一人佇むと静寂の静寂を破ってかすかに春の訪れを告げるひばりのさえずりが聞こえる。耳を澄ますとこれも静かに小川のせせらぎが春を告げる。ふと目をやるとわーっチューリップが咲き乱れた。そんな春が過ぎるともう夏はすぐそこまでやってきている。夏を愛する人は夏が来た。夏が来た。夏夏夏寝雪を溶かす大地のよう